アレクセイ・リョニードビチ・パジトノフは、ロシア生まれで、アメリカ在住のコンピュータ技術者。ソビエト連邦の R&D センターである、ソビエト社会主義共和国連邦科学アカデミーのコンピュータ部門で働いていたとき、テトリスを開発した。モスクワ出身。モスクワ航空大学でコンピュータを学んだ。アレクセイ・パジトノフは、1984年、ドミトリー・パバロフスキーと、 バジムジェラシモフの助けを借りてテトリスを制作した。ゲームはソビエト連邦内に流通し1986年には西側諸国にも広まった。またパジトノフはウェルトリスというテトリスの続編を作った。このゲームはテトリスと同じ原則だが上から見えるボードのある三次元コンピュータグラフィックスを使ったものになっていた。ソビエトの官僚は テトリスのライセンス取得やマネージメントを行い、ロシアより愛を込めてというキャッチコピーで売り出した。パジトノフ本人はソビエト政府の一員だったために特許を取ることができず、ウラジミール・ポキルコと共にアメリカ合衆国へ渡り、ヘンク・ブラウアー・ロジャースと共にザ・テトリス・カンパニーを立ち上げた。パジトノフはヨッシーのクッキーのスーパー、ニンテンドーエンターテイメントシステム版の デザイン協力に携わり、伝統的なジグソーパズル要素のある、パンドラズボックスというゲームもデザインした。1996年にマイクロソフトに入社した、パジトノフは、マイクロソフトエンターテイメントパック、ザ・パズルコレクションや、MSN マインドエアロビクス、MSN ゲームズといったグループで活躍した。パジトノフの最新作であるヘクシックと、ヘクシック HD は、 全ての XBOX360 プレミアムパッケージに入っている。2005年にマイクロソフトを退社。同年8月18日ワイルドスネークソフトウェアはバジトノフと共同でパズルゲームを制作することを発表した。2011年の時点ではロシア科学アカデミーに在籍し、本人が設立したアメリカのゲーム会社ザテトリスカンパニーを運営している。 2007年3月7日パジトノフはカジュアルなゲーム市場を開拓したとしてゲームデベロッパーズチョイスアワードのファーストペンギンアワードを受賞した。ありがとうございます。